お疲れ様です。バーファミリー YouTube 視点バーテンダーのナオスです。今日のおすすめはこの子ライブスキーライワン、簡単にご紹介したいと思います。今回お写真のご提供いただきましたのは、日曜日に遊びに行かせていただきました埼玉県春日部市にございますステキバーアメリカンバーパニーハンスさん。いつもご協力くださり本当にありがとうございます。正直今回の遠征で一番僕に刺さったのはこの子です。この子はジンビーム蒸留所で作られていますが、同じジンビーム蒸留所に作られているノブクリークのライウイスキーと比べると、癖とかはノブクリークの方が結構強いんですが、この子は至って上品です。ジンビームのライウイスキーと比べ、ワンランク上の飲みやすさ、そしてブランディーデザインでバーボンだよと言われたら、あ、バーボンだなと思えるぐらいのバーボン色のライウイスキーというのも特徴の一つかもしれません。僕のバーボンの教科書、バーボンストレートのオーチェスターさんのブログで読ませていただきましたが、このライワンはいくつかの原種で構成されており、最低でも一つ一つが4年半の熟成期間、この子の原種構成は 4.5 年から6年となっているようです。ジンビーム蒸留所は1940年代、戦後の1945年以降からストレートライウイスキーを発売していますが、この子はその中でも結構スタイリッシュなイメージの子です。パニーガンスのマスターさんがおっしゃっていましたが、この子はジンビーム蒸留所を送るライウイスキーの最高峰、その名は尊ではないと思います。口に含んだ瞬間のスムースさ、さらに爽やかな果実感とハーブ感、バランスが非常に取れており、ライウイスキーならではのスパイシーさ、そしてこの甘みもバランスが非常によく、僕はストレートで飲んだことしかないのですが、万能プレイヤーであることは間違いないと思います。度数は92ブルーフ46度、アメリカの若者向けに作られたこのライウイスキーですが、残念ながらもう終盤にはなってしまっています。出会う機会は非常に少なくないと思いますが、出会いましたらぜひご賞味ください。さらにバーボン寄りの味であると僕説明しましたが、おそらくシングルモルト好きの方にも刺さると思います。シングルモルト好きの方もぜひ飲んでみてください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、ライウイスキーライワン、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの日を作ります。応援くださる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。